はようございます。よくいらっしゃいました。今日はとんでもない説教のタイトルで、多分、まあ、私もいろんな説教のタイトルつけてきましたけども、今日は最悪のタイトルですね。バカの谷という、なんでバカの谷のなのかっていう話は、もう少し後で詳しく説明しますけども、まあ、バカの谷ってタイトルつけようと思ったのは、あの養老孟司東大名誉教授のバカの壁っていう本がね、2003年ですか、もうだいぶ前になりますけども、400万部を超える大ベストセラーになって、まあ、私ももちろん読みましたけども、まあ、その名前がやっぱりあまりにも強烈だったので、ついついこういうタイトルをつけてしまったんですけども、あの本のですね、要旨は何かというと、自分が知りたくないことについては自主的に情報を遮断してしまうんだと、人間はですね、例えばもう知っていると思ったとか、私に関係ないと思った瞬間に、せっかくの情報、あるいは人のつながり、あるいは知識や教養、そういうものを遮断してもう聞かなくなってしまう。だその瞬間にバカの壁が出来上がるんだっていうふうに、まあ、養老先生が言われて、無知の壁でもいいかなと思ってバカって言ってるので、ちょっとこれが刺激的なタイトルだったんですけど、確かにその通りですよね。もう例えば、まあ、皆さんここで座ってらっしゃいますけど、私はここで一生懸命喋ってますけど、まあ、このおじさんの話はもう聞かなくていいと思えば、もうその瞬間に皆さんバカになってるんですね。もういやもう今日の話は私には関係ないなとか、思ったらですね、もうその瞬間にバカの壁ができていると。ただまあこの本はその後半の方にはですね、結局その例えば信条であるとか宗教であるとか、何かその一つのものに凝り固まってしまうと、それでバカの壁ができてしまうと。だからもっとその多様な考え方を持ちなさいみたいなことを、まあ、後半の方ではね、進めておられるんですけれども、まあ、今日のお話はこの養老孟司さんの話とは直接は関係ありません。はい、タイトルのなぜつけたのかという説明だけしてるわけですけど、今日はですね、旧約聖書の詩編の84編というところを開いていただきたいと思います。今年はずっとですね、旧約聖書の、中の詩編を読んでいるんですね。聖書は世界のベストセラーですし、日本でもベストセラーです。日本で最も出版されている本です。他のものには他のものも全然追従できないぐらいの大量の出版物です。しかしこれほど読まれていない本もありません。ね、みんなお守りのようにだいたいどっかにあるんですね。昔もらったなとか、そういえば買ったなとかですね、一応ちょっと本棚に置いとこうかなって、一応世界の教養だからみたいな感じで、あるのが聖書ですね。しかし、これは私に関係ないと思った瞬間に、この世界のベストセラーも全くの置物になっちゃうわけですね。まあ、もうこの瞬間にバカの壁ができてるわけですけど、まあ、今日はその聖書の本当ちょうど真ん中ぐらいですね、この詩編の84編というところをお話ししますが、まあ、私の話をするというよりも、聖書に何が書いてあるかということをですね、少し皆さんに紹介したいなと思っているわけです。詩編の84編をお読みしたいと思います。お持ちの方はぜひ開いてください。詩編の84編、指揮者によってギティトに合わせてコラの子の詩賛歌、これはまあ詩ですね、まあ、歌の歌詞なんですけれども、万軍の主よ、あなたのいますところはどれほど愛されていることでしょう。主の庭を慕って私の魂は耐え入りそうです。命の神に向かって私の身も心も叫びます。あなたの祭壇に鳥は住処を作り、ツバメは巣をかけてヒナを置いています。万軍の主、私の王、私の神よ、いかに幸いなことでしょう。あなたの家に住むことができるなら、
ましてあなたを賛美することができるなら、いかに幸いなことでしょう。あなたによって勇気を出し、心に広い道を見ている人は、嘆きの谷を通る時もそこを泉とするでしょう。雨も降り、祝福で覆ってくれるでしょう。彼らはいよいよ力を増して進み、ついにシオンで神にまみえるでしょう。万軍の神主よ、私の祈りを聞いてください。ヤコブの神を耳を傾けてください。神よ、私たちが盾とする人をご覧になり、あなたが油注がれた人を顧みてください。あなたの庭で過ごす一日は千日に勝る恵みです。主に逆らう者の天幕で流れるよりは、私の神の家の門口に立っているのを選びます。主は太陽、盾、神を恵み、栄光、完全な道を歩く人に主は与え、良いものを拒もうとはなさいません。万軍の主はあなたにより頼む人はいかに幸いなことでしょう。以上です。この歌を作った人はコラの子と最初のところに書いてありますけれども、コラの子について少しお話をしたいと思います。コラの子というのはコラの子孫という意味なんですけれども、この歌を作った人の、どれぐらい遡るか分かりませんけれども、ずっと遡ったところにですね、コラという人物がおります。でこの人は例の出エジプトの時にですね、ユダヤ人たちをエジプトから救い出したリーダーモーセに立てついた人なんですね。で旧約聖書の民数記というところにその話が詳しく書いてあります。民数記の16章、今日は全部読みませんけれども、250名の名のあるイスラエルの人々を仲間に引き入れ、モーセに反逆したと書いてあるんですね。モーセはエジプトで奴隷状態であったイスラエル人をさまざまな奇跡によってですね、また彼自身の努力もあってエジプトから助け出したんですね。でもそのモーセに対してコラは、そしてその仲間たちは、なぜあなた一人が偉そうな面をしているのかと、なぜあなたが全て決めるのかと、それおかしいじゃないかと言ってですね、このモーセの権威に対して、物申したわけです。で、モーセはそれを聞いてですね、すぐにひれ伏したと書いてあるんですね。そこで彼は怒りませんでした。モーセという方は非常に謙遜な方であったんですね。しかし一方で、じゃ あ神様がこのイスラエルの群れ、何十万人も、もしかしたら何百万人もいたかもしれないイスラエルの人たちのリーダーに選ばれるのはどっちなのか、神様に決めてもらおうと言ってですね、モーセとそして兄であるアロンで、一方でコラとそれに従った人たちがこの神の前に立ってですね、どちらが神が選ばれるのか、その時に、なんと地は口を開き、彼らとコラの仲間たち、その持ち物一切を家もろとも飲み込んだと聖書に書いてあるんですね。なんか地震でも起こったんでしょうか。地面が割れてですね、コラとその従った人たち、またその持ち物も家も全部飲み込んでしまったという、大変恐ろしい出来事が起こったわけですね。そこで、要するに神様が選ばれるこのイスラエルのリーダーはモーセであるということははっきりしたわけです。だこの時点でコラ、その一族は、老徒は皆滅んでしまっていたかなと思ったら、意外にそうではなくて、コラの子孫の一部が生き延びていたんですね。でコラという人はイスラエルの十二部族の中のレビ族に属しておりまして、レビ族というのは、出エジプトの時は幕屋といって、その後神殿になるんですけれども、この神様を礼拝するその場所で使える特別な任務を与えられた人たちでした。でこの
民数記の出来事の後ですね、聖書をずっとこう読んでいくと、コラの子孫たちはですね、なんとこの神殿の門を守る門営になっていたというふうに書いてあるんですね。歴代史の上の9章の19節に、つまりコラ家の者が幕屋の入り口を守るとしての職務に就いたと書いてあるんです。で、彼らはただ門番をしていたのではなくて、そこで歌ってたんです。聖歌隊でもあったんですね。門営聖歌隊、だから神殿にお参りに来る人たちをですね、この賛美で迎えてたわけです。素敵な仕事ですね。門を守りながら、賛美を歌って、そして皆さんよくいらっしゃいましたと言って お迎えをする、そういう仕事についていたと。でももともと彼らの祖先であるコラはモーセに反逆し、神に反逆した人たちなわけだから、彼らが生き残ってしかも神殿で仕えているということは、これは神様が憐れみ深い神様であるということを彼らの存在が証ししていたということですね。生き証人だったわけです。今日皆さん礼拝に来られるときに、ちょっとはこのなんか賛美の音とか聞こえましたか？少しでもなんかね聞こえると、多分今日も教会やってるな、教会やってるって変ですけど、礼拝あるなっていうですね、ちょっとこうホッとする気分になるんじゃないかと思いますね。そのうち今度うちの教会の門のところにも誰か順番に立って賛美係みたいなですね、いたらいいでしょうね。でもね、礼拝に来てもいい気持ちになるでしょうね。賛美で迎える、受付係ですよ。賛美しながら、そうすると誰も受付係しなくなると困りますけど、でもその賛美している、賛美のそして門営の役割を担っていたコラ族の人たちが作ったのがこの歌なんです。で、84編だけではなくてですね、このコラの子が作った歌は実はたくさんありまして、前にも枯れた谷に鹿が水を探すという有名な詩編、あれもコラの詩ですね。コラの詩なんですけども、たくさんありますので、ぜひお読みいただきたいと思います。ちょっと前置きが長くなりましたけれども、でこの詩は当然のことながら、彼らが働いていたというか、彼が職務していた神殿、そしてその神殿に、お参りに来るというかね、巡礼者のことを歌った歌なわけです。で、最初から少しずつ見ていきたいと思いますけれども、当時、今のでもエルサレムという町はあるんですけれども、エルサレムには神殿がありましてですね、今テレビなんかで見ると黄金のドームがありますけど、あそこに神殿があったんですね。で、イスラエルの人たちは神様を本当に礼拝できるのはあそこのエルサレムの神殿だけだったんです。なぜならば、神様を礼拝するためには人間は罪深いので、罪を犯しているかもしれないから、そこに行って生贄を捧げて動物を殺してですね、自分の代わりに死んでもらって、それで罪を許されて神を礼拝すると。それを唯一許されていた場所がエルサレムの神殿だったわけです。どこでもかしこでも動物を殺して捧げるようになってしまったので、イスラエルの国は神様から後に見限られてしまうんですけれども、本来はこのエルサレムの神殿だけが神様を礼拝できる場所だったんですね。なもんですから、このエルサレムから離れて住んでいるユダヤ人にしてみればですね、このエルサレム神殿というのは神様にお会いできる唯一の場所であったので、もうそれはそれは非常にこう強い志望というかね、思いを持っていました。ついこの間もイスラムの例のメッカでね、巡礼に行かれた人が将棋倒してね亡くなったっていう話がありますけど、まさにあれは今イスラムの人たちがやってることですけども、ユダヤ人にとってはかつてですね、あれほど大規模じゃないかもしれませんけれども、お祭りの旅ごとにああやってエルサレムに集まっていたようなんですね。我々日本人からしてみると、なんか命がけであんなところまで行ってぐるぐる回ってなんか変だなと思うかもしれませんが、
この一神教の人たちっていうのはですね、もうここでしか礼拝できないということになったら、もう命がけでそこに行くんですね。もう日本人どこでも、もうお地蔵さんから何からいっぱいありますから、そんな気持ちはないんですけれども、しかし、旧約聖書はユダヤ教ですけれども、もちろんキリスト教でもあるわけですが、当時の人たちにしてみると、あのエルサレムの神殿に行かないと礼拝できないと、もう何とかしてあそこに行きたい、それは年に一度でも、あるいはもう何年かに一度でも、もしかしたら一生に一度かもしれないけれども行きたい、そういう強い強い思いを持っていたわけですね。でその思いが表現として出ているわけです。主の庭を慕って私の魂は耐え入りそうですと。魂は耐え入りそうですなんて普段使わないんですけど、これ要するに気絶しそうという意味なんですね。もう神殿のことを思うと、あまりにもなんていうか気持ちが高ぶってですね、ふっとこの倒れそうになるぐらい、それぐらい神殿のことを思っていると、命の神に向かって私の身も心も叫びますと、もう叫び出したいぐらい、もちろんそれは神殿というよりもその神殿で会うことのできる神様に対する思いですけどね。そして、あなたの祭壇には鳥は住処を作り、ツバメを巣をかけて雛を置いています。これは、神様を礼拝するべき神殿、そしてその中心である祭壇になんと鳥が住処を作っている、巣を作っている、でさらにその雛を育てているってですね、いいな鳥はっていうことですよ。鳥に嫉妬してるんです、いいな自由に行けて、ね、しかもその巣まで作ってそこ住んじゃってるわけですから、ね、自分たちが行きたいと思っても行けない、なかなか行けないし、鳥みたいに自由に入ることもできないし、っていうことですね。まあ、この教会の駐車場にもいつもね毎年ツバメが来てくれて、今年も同じところに巣をかけましたね。珍しく同じところにかけました。大体違うところに作るんですけども、去年うまくいったからかもしれません。ここは大丈夫と思ってるかどうか分かりませんが、今年もやっぱり5羽ぐらい育ってきましたね。安全のとこ知ってますね、ツバメは。偉いですね、皆さんもツバメだったらね、いつでも教会来れて、もう親鳥が餌を運んできてくれてね、ピーピー言ってるだけで幸せな日々が送れるわけですけど、まあそういうような気持ちですよ、この人はね。あ、いいなっていう。またいかに幸いなことでしょう、あなたの家に住むことができるなら、ましてあなたを賛美することができるなら、このあなたの言うつまり神殿に住んでそして賛美する、これは実はこれを作ったコラの子たちですよね。彼ら自身のことなんですけども、だからその神殿に来る人たちがみんなそうやって羨ましがってるわけですよ。いいねあなたたちはと、神殿に住んでね、門番しながら賛美歌っていいなと、私らどれほど苦労してここに来てるのかと、そういうような気持ちを代弁してるわけですね。それぐらいこの神殿に行く、神様に会うということを思ったのがここまでのところなんですけれども、その後ですね、少しこの巡礼の話になるんですけれども、エルサレムに来るまではもしかすると遠いところから、そして危険なところを通らなければならないこともたくさんあると思うんですけれども、いかに幸いなことでしょう、あなたによって勇気を出し心に広い道を見ている人は、嘆きの谷を通るときもそこを泉とするでしょう、雨も降り祝福で覆ってくれるでしょう、彼らはいよいよ力を増して進み、ついにシオンで神にまみえるでしょう。ここにバカの谷という言葉が出てくるんです。どこにもないんじゃないかと思われるかもしれませんが、今皆さんのお読みの聖書では嘆きのって訳されている言葉がありますけれども、これはヘブライ語でバカって言うんです。実はですね、口語訳聖書にはバカと書いてあります、ね、口語訳聖書をお持ちの方書いてあります、ね、カタカナで書いてあるでしょ、はいはい、これだから口語訳聖書を読まれた方はですね、バカの谷って書いてあるから、これは本当にバカの谷なんだろうと、バカが通るところだろうと多分もしかしたら思われるかもしれないですね。
なんでここにカタカナでバカって書いてあるかというと、これ固有名詞なんです。ヘブライ語の固有名詞なんですね。で、英語の聖書にもバリオバカと書いてあるんですよね、そうなんです、でもあの新改この、まあ、今日新教大学聖書もそうですし、この一つ前の新改訳聖書もそうですけれども、これ訳した人はですね、さすがに日本語の聖書にカタカナのバカはまずいと思ったんです、それで新改訳聖書には涙の谷、そして新教大学さんはもうちょっと詩的にして嘆きの谷と訳したんです。でも本来はこれはバカの谷なんです、だから今日の話はバカの谷なんです。これは一番重要なところなんです、この歌の中で。じゃあバカっていうのはですね、ヘブライ語で正しく発音するとバカーです。バカーバーカーですね、バカじゃないです、バーカー、バカーというのはですね、2つ意味を持ってるんです。一つはバルサムという木の名前なんです。バルサンじゃないですよ、バルサム、バルサムの木っていうのはですね、これです。実はこれアメリカではクリスマスツリーに使う木なんです。ちょうどいいでしょ、日本ではこの木は育たないんでしょうかね、売ってないのか、まあ、もしかしたらあるかもしれませんけれども、あのモミの木とかが大体使われますが、このバルサムというのはですね、この木なんです。このバカというのはこのバルサムの木のことで、でこのバルサムという木はですね、乾いた土地で育つ針葉樹らしいですね、だから潤ったところには生えないんです。本当に乾燥したところに育つこの針葉樹の木なんですね。つまりどういうことかというと、このバカの谷っていうのはこの乾いた谷ということを意味してるんじゃないか、まあ、バルサムの生える谷ということですから、バルサムの木が生えるようなところというのは非常に乾燥している。その後この泉とするでしょうとか雨が降るというふうに書いてあるから、このバルサムの木が生えるような乾燥したところを通るときにもっていう意味じゃないかというのが一つの考え方ですね。もう一つ、このバカというのはですね、涙っていう意味があるんです。泣くっていう意味があるんです。あ、ヘブライ人がバカバカって言ってるのは泣いてるっていうことですね、それでこの新改訳もそして新共同訳も泣くとか涙のとかあるいは嘆くっていうふうに訳したんですね。涙の谷、嘆く谷っていうふうに訳したわけですが、おそらくこれはですね、ヘブライ語によくある掛け言葉だと思います。ヘブライ語の詩にはですね、一つの言葉なんだけども、いくつもの意味を持たせることがあるんです。だからこのバカの谷っていうのはバルサムの生えるような乾いた谷という意味もあり、そして嘆きの涙の谷という両方の意味を持たせたんじゃないかなっていうふうに私は思っています。まあ、本当のところは分からないですかね、これ作った人に聞かなきゃ分かりませんが、そういう意味ではないのかなと思うんですね、でこの巡礼に行く神殿に向かう時にはですね、当時旅をするというのは非常に危険なことですから、決して一人で旅はしません、お友達とか一族老頭でこうまとめて旅をしていくんですね。でもイスラエルの周囲には乾燥したところがたくさんありますから、特に南の方はもう砂漠土漠とも言ってもいいようなんですね、いつもお見せしてますけれども、ほとんど水のないようなところがあるんですね。そういうところ、あるいはヨルダン川の東側も乾燥した地域なんですね。だどこかその乾いたところを通らなきゃいけない。そうすると持てる水の量は限られてますから、もう何日も水が飲めない、そういうところを通らなければならないこともあるわけですね。そうすると次第に喉が渇いてですね、でももう水がないからっていうので、みんなで這いがまし合いながらね、旅を続けていったんじゃないでしょうか。この渇いた土地を歩んでいくっていうのはまさに嘆きの土地、谷を歩んでいく、泣きながらもしかすると歩まなきゃいけない、そういうようなこともあったんだろうと思います。しかし、あなたによって勇気を出し心に広い道を見ている人は
そういうところを通ったとしてもそこを泉のそこを泉とするでしょう、雨も降り祝福で覆ってくれるでしょうと歌ってるんですね。つまり心に広い道を見ているっていうのはですね、他の聖書の訳ではシオンへの王子と書いてあるんですが、シオンというのはエルサレムのこと、神殿のことですね。つまり、神殿に向かって、強い思いを持っている。さらに言えばこの神様に対してしっかりとした信仰を持っている人はそういう乾いた土地、涙の土地を通る時にもそこを泉の泉とすると、泉とするっていうのはですね、泉を発見するっていう意味じゃないんですね。その人がそこを泉の場所にすると、まあ、具体的にどういうことかということは分かりにくい、これはまあ一つの比喩ですからね。だからその人がいることでそこが潤いの土地となりますよと。さらに雨も降り祝福で覆ってくれるでしょう、これは恵みの雨ですよね。神様が雨を降らして祝福をしてくださるでしょう。でもその鍵は心に広い道を見ているかどうか、神様に対してしっかりと揺らがない信仰を持っているかどうかっていうことにかかっていると。そういう人であれば乾いた土地でも嘆きの土地でも恐れることなくそこに潤いをもたらし神の祝福をもたらすので大丈夫だよと。だから彼らはいよいよ力を増して進み、ついにシオンで神にまみえるでしょう。これはもちろん比喩ですからね、当時のその巡礼者たち、どうぞ心を強く持ってシオンにしっかり心を向けて来てくださいねとね。そうすると必ずそこに泉が湧いてくるし神の祝福があるからっていう励ましの意味でもあるわけですけれども、さらに今の私たちにこの詩編のメッセージを訳すとですね、私たちの人生にもまさにバカの谷があると。愚かって意味じゃないですよ。乾いた谷を通らなければならない、本当にカラカラに乾いて、涙で喉を潤すようなそういう時も来るでしょうと。人生とはそういうものだ。でもあなたの心をしっかり神様に向けて、あなたの信仰を大きく広く揺るがず主に向けているならば、必ずそこを泉の場所とすることができる。泉を湧き立たせるっていうのはですね、ただ自分が潤うというだけの意味ではないんですね。一緒にいる人たちをも潤すことができるというような意味だろうと思われます。さらにそこに神様の祝福が潤いが注がれて、くじけることなく力から力へ進んで主のもとまで行くことができますよっていう、まあ、そういうことをですね、今の私たちに語っていると考えることができます。そしてこの歌はですね、最後は神殿で過ごす幸いについて語っています。11節に、あなたの庭で過ごす一日は千日に勝る恵みです。主に逆らう者の天幕で流れるよりは私の神の家の門口に立っているのを選びます。あなたの庭、このあなたの庭というのは神殿の一番入ったところが広い庭みたいになっていってですね、そこに人々が入ってくる。でようやくその辛い巡礼の旅を終えて神殿の中に入ってもうほっとしてるわけですね。そしていよいよ神様を礼拝することができる。ああなんと幸いなことか。でもそこにずっといるわけにはいかないわけですけれども、幸せな時間はあっという間にこう過ぎてしまう。ああここで過ごす一日はあの外に、世俗の町で過ごす千日にも勝るなっていう、そういう思いを言葉にしていますね。また主に逆らう者の天幕で流れるよりは私の神の家の門口に立っているのを選びますと。主に逆らう者の天幕で流れるっていうのはまたなかなか厳しい言い方ですけどもね、まあ我々は主に逆らう者の天幕で流れてるわけですが、それよりはこの神の家の門口に立っている、門口に立っているのはコラの子たちですよね。ああいいねあなたたちはっていう、まあ、そういう思いで、を、まあ、言葉にしているわけです。そして最後に、神は太陽、
盾、神は恵み、主は太陽を盾、神は恵み栄光、完全な道を歩く人に主は与え、良いものを拒もうとはなさいません。アーメンですね。神様は私たちの太陽で、また守ってくださる盾であるし、そして恵みと栄光を与えてくださる。完全な道を歩く人に主は与えて、良いものをいくまでも与えてくださる。そして万軍の主をあなたにより頼む人はいかに幸いなことでしょうと言って、この歌を締めくくっています。でこの歌はですね、神殿、エルサレムの神殿を思い、またそこに向かう巡礼者のことを歌った歌なんですけれども、今の私たちには実はもう神殿は必要ないんですね。エルサレムに行く必要はありません。まあ、もちろん観光で行くのは構いませんけれども、エルサレムに行かなければ神様を礼拝できないわけではない。どこででも神を礼拝することができるわけですけれども、それはなぜかというと、それは神の一人子であるイエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって死んでくださって、かつては牛や羊やヤギを捧げなければならなかったけれども、イエス・キリストがただ一度、このヘブライの7章の27節にあるように、この生贄はただ一度ご自身を捧げることによって成し遂げられたからです。イエス・キリスト自身が生贄となってくださって、私たちの罪を完全にそこであがなってくださった。まあ、キリスト教は十字架だ、生贄だ、血だと言ってですね、えらい血生臭いってよく言われるんですけど、でもこれがなければ私たちの罪は許されないわけですね。命は命によってしか贖われない。でもイエス・キリストが私たちの代わりに死んでくださったことによって、私たちはもう神殿に行く必要はない、エルサレムに行く必要はありません。ただただ私たちのためにキリストは私の犠牲となってくださったと信じるだけで、私たちは神様とどこにいても交わることは許されますね。そればかりではありません。パウロはコリント書の3章の16節に、あなた方は自分が神の神殿であり、神の霊が私たちのうちに住んでいることを知らないのですかと言っています。私たちが神の神殿なんて恐れ多いですね。これは、皆さんここに神殿が一人ずつ座ってらっしゃるんですね。なんかそう言われるとですね、ちょっと、いやいやいや、恐れ多い、私がとても神殿なんか、まあこの人も無理で、いやそんなことはないですけど、ね、こんなその罪深い愚かなものがですね、神の神殿、神の霊を宿すなんてとんでもないですよと、そう思いますよね。でも聖書にはちゃんと書いてあるんですね。またエフェソの2章21節に、キリストにおいてこの建物、この建物というのは教会のことです。教会ってこのビルディングのことじゃないですよ。ここに集まる皆さん、この建物全体は組み合わされて成長し、主における聖なる神殿となりますと。神を信じる人たちの群れであるこの教会も神殿になると。教会が神殿ってちょっと責任軽くなるので、まあ一部だからね、ちょっと安心しますけども、まあでも私たち一人一人も、そして神を信じるこの群れも神殿であると。じゃあ神殿って何なのかと。神殿が何のためにあったんですか。これは人が神と出会うためにある場所なんですね。神様に私たちは出会いたい、神に祈りたい、礼拝したい、そのためにかつてはエルサレムの神殿が必要だった。でも今はもうその場所はいらなくなった。その代わりに私たち一人一人が神殿であり、この教会が神殿であると。つまりは私たち一人一人が、そしてこの教会が人々を神に出会わせる場所になっているということなんですよ。私たちを通して人々は神様と出会うんだと、神と交わるんだと、神に祈るんだと、この教会を通して神様との交わりを回復していくんだ、そういうことなわけですね。だから責任重大ですよ。もちろん私たち一人一人はしっかりとこの心に広い道をね、見出して、神様を揺らぐことなく信じる、
ね、そうするならば嘆きの谷を通るときもバカの谷を通るときもそこを泉とする雨も降り祝福で覆ってくれるでしょう。つまり私たちが神様を信じてそして嘆きの谷涙の谷を通っている、皆さんと一緒にそういうところを通らなきゃいけない、でも私たちがそこに泉を掘り出してですね、そして神の祝福をもたらしていくときに本当の意味での神殿になるんじゃないかと思うんですね。私たちがこの神の宮として人々を神様のもとに導いていく、そういう役割がを担うことができるんじゃないかなと思います。お祈りいたしましょう。恵み深い私たちの天の父なる神様、私たちはあなたによって作られ、そして今日まで生かされてまいりました。それは自分の力ではありません。神様、あなたの許しと恵みのゆえであります。しかしそれは単に生きているだけではない。神様、あなたの素晴らしさに出会い、そしてまたあなたの栄光を表し、さらには多くの人々をあなたに出会わせる、その使命が与えられることを、ていることをまた改めて確認いたしました。嘆きの谷を通ることもありますけれども、しかしそこに泉を見出し、また神の祝福をもたらすものとならせてくださるように、どうぞあなたの神殿として私たち一人一人を用いてくださるように、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。